ユニ、あなたの処遇が決まりました。ユニ、死ぬの？わかりません。1時間後に担当者が来ます。それまでこちらで待機してください。三原はもう起きた？お答えできません。怪我は治った。お答えできません。会えないかな？面会は不可能です。三原に会わせて、お願い。不可能だと申し上げました。処罰まで誰とも面会できません。それが今回下された判決です。一回だけでいいから会わせてくれない？いけません。一分だけ、ほんの少しだけでいいから顔を見るだけでも。忘れたのですか？あなたは罪を犯しました。あなたの一言で多くの人々が命を落としたのです。彼らも同じように望みがあり、思う人がいたはずです。今のあなたのように。ですので、あなたも誰にも会うことはできません。彼らと同じように。ユニは。あなたにできることは、犠牲となった者たちに許しを乞いながら、ここで待つことだけです。それでは、後ほど。ごめんなさい。ごめんなさい。一体、何を。ごめんなさい。私が悪いんです。本当にごめんなさい。一生かけて償います。ごめんなさいって謝り続けます。立ってください。会えなくてもいいから、一言だけ三原に、一言だけ伝えさせてください。お願いします。立ってください。どんな罰でも受けます。これからどんな仕打ちを受けても恨んだりしません。罵られても、なじられても、殴られても、痛くても苦しくても、全部どんな罰でも言われた通りに受け入れます。罪を犯したんだから、それが当然のことだから。みんなの大切な人たちを奪ったから、ユニが間違ってたから、許されるとは思ってません。ひたすら謝り続けます。だから三原に一言だけ伝えさせてください。お願いします。どうかお願いします。ひとまず聞かせてください。何を伝えたいのですか？具合はどうですか？問題ないわ。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、すべて異常なしよ。頭の痛みは？ないわ。お医者さんたちがちゃんと治療してくれたから、残念だけど少しも痛くないわ。残念だなんて、そんなこと言っちゃダメです。脳の損傷があまりに激しく、妊婦での再生が危ういほど危険な状態だったんですよ。ミシリス研究所からロールアウトしてすぐリペアセンターに移された理由が分かりますか？それくらい深刻な状態だったってことです。そうだったわね。もうそんなのんきに構えていられる状況じゃなかったんですからね。それにどう考えてもリペアセンターでしっかり休むべきなのに、どうして急にミシリスへの復帰要請が。上はもう十分な療養期間を与えたという認識なんでしょう。普通はロールアウトしたらすぐに復帰するものでしょう。
リペアセンターに寄らせてくれただけでも多めに見てくれたのだと思うわ。そうだとしても渡された個人資料で過去の自分がどんな人間だったのか分かったし、妊婦に保存されていたデータで能力の使い方も確認できたわ。それにこれといった痛みもないから、この程度なら任務に復帰すべきでしょうね。じゃあもし少しでも頭が痛くなったらすぐに病院に来てくださいね。いいですか？わかりました先生。もう三原、ペッパーの言う通り軽く考えてはいけませんよ。既存のデータを新しい妊婦に移すことでデータの復元こそできましたが、脳が物理的に損傷しているためいつ何が起きるか分かりません。脳の治療でさえ妊婦が物理的な攻撃だと認識して抵抗することもあるんです。もしまだ脳に損傷が残っていた場合、損傷の程度によっては治療できないかもしれません。ですから少しでも違和感を覚えたら必ず来てください。わかりましたね。ええ、肝に銘じておくわ。だから二人ともそんなに心配しないで。わかりました。これ以上はお説教になってしまうのでここまでにします。お世話になったわね。ありがとう。どういたしまして。医者が患者のお世話をするのは当然のことですから。そうですよ。素敵なお医者さんたちね。三原、ミシリスに復帰したら会いに行くんですか？ええ、会いに行くわ、ユニに。いらっしゃいましたか？確か資料にマナーだったかしら。はい、どうぞマナとお呼びください。ロールアウト後リペアセンターに移されたと聞きましたが、具合はいかがですか？素敵なお医者さんたちのおかげでもう大丈夫よ。そうですか、安心しました。すでに耳にしているとは思いますが、主演の要請によりあなたを復帰させることになりました。鉄くずなんだから遊んでないで働けと言っていたそうね。そっくりそのまま伝わったようですね。では改めてお伝えしましょう。主演がワードレスに復帰を命じました。アークテロ事件の主犯がミシリスのニケだと明らかになってからというもの、会社の名声は大きく傷つき、何としてでも成果を上げなければならない状況になりました。そのためメティスと MMR はもちろん、マイティーツールズやエレクトリックショック、つまりはミシリスの全部隊にイメージを刷新するために成果を上げようという命令が下されています。そんなことがあったのね。ええ、そのためワードレス部隊も地上へ向かい、ラプチャーの希少個体を捕獲せよという命令が下されました。私たちの本来の任務をこなしなさいということね。はい。じゃあもうそばで主演を守らなくてもいいのかしら。データによると私たちはいつも主演を護衛していたようだけど。護衛はもう終わりです。あんなことがありましたから。そうね、自分を守ってくれるはずの子たちに襲われたんだもの。もうそばには置いておきたくないわよね。ごめんなさい、私ったら当たり前のことを。構いません。それで私たちはいつ地上に行けばいいの？そうですね、なるべく早く、遅くとも1週間以内には向かってください。わかったわ。なら早くユニに会いに行かないとね。そうですね、案内をお願いできるかしら。
それにしてもユニは外に出てもいいの？主演が反対しなかった？お伝えした通り、今は何としても実績を上げる必要があります。ならば閉じ込めておくより利用した方がいいと判断されたようです。見知りすらしいやり方ね。それにすでに処罰は下されましたので。処罰？彼女は人類がアークに移住して以来かつてない数の死傷者を出したテロ事件の犯人であり、三大企業の CEO を射殺しかけた世に知られる危険人物です。その重大な罪の代償として、現在は一般的な姿ではなくなっています。一般的な姿じゃない？着きました。ユニの独房はこちらです。ここが。入りますか？ええ、お願い。あら？誰？ユニにしては大きすぎるわよね。マナ、ユニはどこに？ミハラ、あなたの目の前にいますよ。ここはユニの独房ですから。まさかユニなの？はい、あなたのパートナーのユニです。これがユニですって？ユニはニケと聞いていたけれど違ったのかしら？一般的な姿ではなくなったとお伝えしたはずです。つまり処罰を受けてああなったの？その通りです。そうなのね。言葉を話せないの？はい、言語能力は全て消されています。彼女の罪は言葉から始まりましたから。そうだったわね。それから一般的な姿ではないと言いましたが、まだニケに分類される存在ではあります。そのため妊婦も強制的に再び搭載されています。ただし許可がない限り固有能力は使えません。アーク内での活動可能区域は厚生官と MMR 研究所に限定され、地上に向かった後も定期的にアークに戻らなければ頭部が破壊される仕組みになっています。頭部が破壊される？はい、胸と首の間にある拘束具が見えますか？拘束具？ハートのついたあれのこと？あれはエキゾチック部隊がつけているチョーカーよりも高い威力を持つ爆弾です。爆弾？アークから一定距離まで離れた場合、決められた期間中に更新を行わなければ爆破する設定となっています。ですので必ず定期的にアークに戻ってきてください。ええ、分かったわ。足のことだけど、ラプチャーと融合しているのよね？はい、あなた方はラプチャー捕獲部隊ですから、活躍するために今より強くなる必要があるという名目でラプチャーのパーツを利用したニケの強化実験を行ったそうです。エニックが決めたことなの？いいえ、エニックの判決は取り除かれた妊婦を再び搭載し人類に危害を及ぼした分人類に献身させるようにというような内容でした。献身の方向性がそうなったのはジエンの指示によるものだそうです。ジエン？主演じゃなくて？ああ、すみません、再びロールアウトされたのでジエンのことをご存じないのですね。ジエンは主演の腹違いの姉です。腹違いの姉？そんな重要人物が
どうして資料には。表立った活動はしていませんので、以前のあなたや MMR といった主演の最側近である2家のみがその存在を知らされています。ですので今回のユニの処遇に関与したのは異例の事態と言えますね。どうして主演が決めなかったのかしら。主演はユニの話を聞くだけで痙攣を起こすようになってしまいましたから。ジエンが主演に報告したとは聞きましたが、主演が同意してのことかは分かりません。そうだったのね。私から説明できるのはここまでになります。他に質問はございますか。ユニに記憶は残っているの。こうなる前の記憶ですか。ええ。一般的には思考転換を防ぐために妊婦を再び搭載する前に記憶を消去することになっています。しかし今回の場合は分かりません。ジエンと彼女が指定したチームメンバーだけで秘密裏に行われたので、実験の詳細は MMR の研究員でさえ閲覧できないようになっているのです。そう。他に質問は。いいえ、大丈夫よ。ではお先に失礼いたします。ええ、案内してくれてありがとう。ごめんなさい、当事者の前で無神経だったわね。配慮が足りなかったわ。そういえば自己紹介もまだだったわ。はじめまして、私は三原。あなたが私と一緒に行動するユニかしら。私たちこれから同じチームだから仲良くしましょうね。ユニは何が好きなの？何？ユニ？どうかしたの？どこか痛いの？ユニ、どうしたの？落ち着いて、ユニ。よしよし、そう、そのまま。少しずつ落ち着きましょう。いい子ね。どうしたの？何か私に伝えたいことがあったの？ごめんなさい、ユニが何を言っているのかわからないわ。何かを伝えたがってるみたいだけれど、そもそも私の言葉も理解できてるのかしら。泣き声のようにも聞こえるし、ずっと同じようなことを言ってる気もするけど、気のせいかしら。コミュニケーションが取れないのって思ったより大変なのね、この状態で任務に。大変そうだわ。こんにちは、ユニ。元気にしてた？ご飯は食べられるのかしら？夜は眠れた？今日もまたこれね。
鳴き声の一種なのかしら。他のパターンも聞かせてくれる？何でもないわ。ユニ、こんにちは。今日も元気にしていた？今日は地上での任務に備えて私たちだけの手信号を考えようと思うの。そう、私たち二人だけの手信号を。なに？またなのね。困ったわ。これだと何も決められないわね。でも、もう時間はないし。でもずっと見ていたら、なんだか愛くるしく思えてきたわ。もう少し話しかけてみようかしら。ずっと同じリズムね。どう考えても単なる鳴き声ではなさそうだし、きっと何か話したいことがあるのよね。ユニ、なんて言ってるの？何を伝えたいの？このままではダメね。なんとかして方法を見つけないと。ねえ、野生の動物を診察したことや野生の動物と会話をしたことはある？はい。野生の動物ですか？そうよ。厚生館で荒々しい人たちと出会ったのか、ユニがちょっとワイルドになっちゃったの。え？まさか三原に手荒な振る舞いを？それも言葉が通じないほどに。そうじゃないの。言葉は通じないけど、私の言うことはよく聞いてくれるのよ。それに、そうね、ちょっと可愛いの。三原の言うことはよく聞くけど、言葉は通じないんですか？それはどういう…ペッパー、あまり聞かないでおきましょう。三原がユニを野生の動物と言ったのには何か理由があるはずです。そうですよね。お気遣いありがとう。あ、そうでしたか。すみません、そうとも知らずにズケズケと。いいのよ。それだけ私のことを心配してくれたんでしょ。ありがとう、ペッパー。三原、ユニと話せるようになりたいのですか？いいえ、それはいろいろな意味で不可能だと思うの。話せないのもユニが受けた罰のうちだから。そうでしたか。ではただ意思の疎通を図りたいということですか？ええ、それで十分よ。今のままだと一緒に任務をこなすのは少し無理がありそうなの。意思の疎通が目的でしたら、私たちより動物のエキスパートを訪ねた方が良さそうです。動物のエキスパート？ハッピーズー部隊のことはご存知ですか？資料で見た気がするわね。確か動物を守る部隊よね。そうです。動物の保護を目的に作られた部隊なのですが、その中に野生の動物の扱いに長けた方がいるんです。あ、レオナのことですね。確かに適任ですね。でしょう？レオナ？とても大きくて可愛いライオンを連れているニケの子です。大きくて可愛いライオン？ええ、ティミはとっても可愛いです。体は大きいですが、とてもキュートなんですよ。そう、私も会ってみたいわ。ではレオナに連絡してみましょうか。お願いできるかしら。
もちろんです。レオナならきっと協力してくれるでしょう。あ、ところでユニと一緒に外に出ることはできますか？ごめんなさい、それは難しいと思うわ。厚生官に来てもらうしかなさそうね。そうなりますと誓約書にサインする必要がありますよね。ええ、そうなるわね。わかりました。その点も含めて可能かどうか聞いてみますね。ありがとう。私も厚生官に面会の手続きをしておくわ。はい、では連絡しておきますね。こんにちは。私のことは三原って呼んでね。私のこともレオナでいいよ。こっちはティミっていうの。あら、あなたがあの有名なティミね。噂通り本当に大きくて可愛いライオンだわ。ティミってば照れてるみたい。メアリーから大体の話は聞いたよ。野生の動物みたいなことを話す方法が知りたいんだよね。無理なお願いをしてしまったのに来てくれてありがとう。どうってことないわよ。じゃあ早速その子に会わせてくれる？こんにちはユニ、今日も会いに来たわ。今日はね、素敵なお客さんも一緒なの。こっちに来てくれる？まさかこの子が？ええ、私のパートナーのユニよ。今はこんな姿になってしまっているけど。あなたと同じ舞台のニケって聞いてたけど、その足は？ニケよ。姿は少し違うけど、こうなることがユニが受けるべき罰だったの。そうなのね。このことはまだ秘密だから誓約書が必要だったんだね。そうよ。ニケとラプチャーの融合実験をしているのを外部に知られたくないみたいなの。そうだね。きっといろいろな意味で世間に衝撃を与えることになるもの。言葉は話せないんだっけ？そうなの。それであなたに助けを求めたの。なるほどね。私たちもベストを尽くしてみる。こんにちは。私はレオナっていうの。こっちはライオンのティミよ。あなたの近くに行ってもいい？三原、悪いんだけど扉の方に移動してくれる？え、わかったわ。やっぱり三原から目を離さない。知らない人が来ても話しかけられてもユニにとっては三原が優先みたいね。私が？うん、三原が移動したらそれに合わせて頭を動かすはずよ。本当ね。ね、だから私がユニの言葉を理解するのはちょっと難しいかも。意思疎通において一番大事なことはお互いに伝えたいメッセージがあるかどうかなの。ユニは三原以外のことは興味がないみたい。伝えたいメッセージ、それが欲求であれ愛情表現であれ感情表現であれ、相手のことを見ようともせず伝えたい気持ちもなければ、ユニだけじゃなくてどんな存在が相手でも話は通じないはずよ。意思の疎通と相手の言語を理解することは同じようで違うことだから。そう、逆に言えばユニは三原とは話したがってるってこと。三原にとってはすごくいいことだと思うな。私と
話を。まあ一筋縄じゃいかなさそうだけど、伝えたいという気持ちがお互いにあるならまだ希望はあるから、まずは私がティミと会話する時の方法を試してみない？まずお互いの目をしっかり見るの。目を？うん、目にはたくさんの情報があるから、言葉が通じなくてもたくさんのことが目から読み取れるの。ユニ、ねえ、こっちに顔を向けてくれる？ユニと目を合わせたいの。私の言葉が理解できないのかしら。言葉が伝わらないと思ったら体で表現してあげて。あなたに触れたいって。体で。ユニ、おいで。来てくれたわ。次にほっぺを両手で包み込んで。ユニ、少し触るわね。瞳をじっと見つめるの。ユニってこんなに綺麗な目をしてたのね。いつも画面に隠れていてよく見えなかったのが残念なくらいだわ。もっと早くこうして見つめるべきだったわね。ごめんなさいユニ、今まで気づけなくて。そんなことないって言ってるの？私の言ってることがわかるの？ユニは私の言葉がわかっていたのね。今まで私が言ったことも全部？こんなに簡単なことだったのに、ユニの瞳が全て伝えてくれていたのに。でも今からでもちゃんと見つめることができてよかったわ。少し勇気をもらえた気がするわね。ユニ、もう一度言ってくれる？ユニが私に何度も伝えようとした言葉を。ユニ、私の目を見ながらだと言いにくい話だったの？じゃあ教えてくれない？ユニが何を伝えたいのか知りたいの。今日は本当にありがとう。ううん、私はちょっとコツを教えただけで、あとは三原自身が頑張ったんだから。それでも助かったことに変わりはないわ。おかげでユニが私の言葉を理解してるって分かったし、それだけでも十分すぎる収穫よ。お役に立てたのならよかった。ところでユニが伝えたい言葉に心当たりは？さあ、正直に言うとまだ分からないの。でも私の目を見て言えずに戸惑っていたのが少し引っかかるわ。私に伝えたいけれど目を見て言うには難しいことって何かしら。ティミは何か悪いことをした時によくそういう行動をするかも。悪いことをした時？うん、それか何かを望んでいるけどすごく言いにくい時とか。何かを望んでいる時。この問題の答えはユニの中にあるってことだけは間違いないわね。ユニの中に。過去のユニがどんな子だったのか、ユニは三原をどう思っていたのか、それが分かれば
っとユニが三原に伝えたいことが何なのかわかるんじゃないかな。ユニと私の過去だから、諦めずにユニのことを知ろうとし続ければユニが今どんな気持ちでどんなことを伝えたいのか聞こえてくるはずよ。だってユニは三原と話したがってるから。だからきっと昔みたいに話せるようになるはず。ありがとう、私のすべきことが分かった気がするわ。よかった。ほら、ティミも頑張ってって応援してる。ありがとう、ティミ。じゃあ私たちはそろそろ行くね。次に会うときは二人が話してるところが見られたらいいな。ええ、そうなるよう頑張るわね。うん、ユニの過去と私の過去、まだあそこは残っているかしら。ワードレス部隊ミシリスインダストリーの CEO 主演がプロジェクトメティスに続いて独自の技術で生み出したニケの部隊であり、先代に匹敵する偉業を成し遂げられなかった主演を独自のニケ開発技術を持った開発者として世間に知らしめるために作られたプロジェクトワードレス出身のニケによる部隊のこと。三原とユニ、メティスに続く成功例として2期のニケで構成されたワードレス部隊はプロジェクトワードレスの発足当時、ヘレティックの捕獲を目標とした。彼女らはラプチャー捕獲能力を持つニケとして生み出されたが、その特殊能力は期待に及ばず、最初のターゲットであった得意ラプチャートーカティブを逃し続けるなど失敗を繰り返した。また主演が独断で1階の指揮官に違法でトーカティブの捕獲を依頼したことが外部に知られ、その結果リーダーである三原が記憶消去の刑に処されるなど、外部に出せないほどの厄介者となり、ミシリス内では主演の失敗作と呼ばれるようになった。ユニ、やっぱり何もないわね。凶悪犯の部屋だから全部押収されたのかしら。残っているのはゴミだけかしら。あら、写真？これは主演？このピンクの髪の子、どこかで頭が。なんでこんなことしなきゃいけないのよ。チームが2に取らなきゃって言ったの。言う通りよ、広報チームからの依頼なの。今度記事に使うんですって。記事に？ええ、ミシリスの新しい CEO 主演、ついに独自のニケ製作技術を完成させるっていうタイトルだった気がします。まあタイトルは気に入ったわ。今回は広報も気合が入っているみたいなので、少しだけ手伝ってあげましょう。うん、仕方ないわね。こっちに来て。
もちろんよ。ユリが主演の隣に立ったらどう？お前たち、バカっぽく見えないようにしなさいよ。シャキッとしなさい。お前たちは私が作ったニケなんだから、バカにされたら困るのよ。わかりました。いいね、テンとミュとユリみんなで写真が撮って、嬉しい。あ、いい日ってね、そう思って三原。今の記憶はあなたがユニなのね。すべて処分したと聞いていましたが、写真が残っていたようですね。マナ、ここに何の用ですか？ここに来たのはユニと私の過去を知りたいと思ったからよ。お二人の過去ですか？ええ、あなたの過去については渡された資料があるのでは？それが全てだとは思えないの。だってユニの凶悪な犯人に関する記録はほとんど省かれているはずだもの。でしょ？そうですね。新しくロールアウトされた2件が犯罪者に同情を覚えたり、その思想に感化されてしまっては困りますから。特にあなたはユニとの共犯が疑われていました。よってより入念に情報が排除されたはずです。だからこそユニの部屋に何か残されていないかと思って来てみたのだけど、この写真以外何もなかったわ。犯罪者の所持品なんて残しておく理由がありませんから。そうね。だからあなたの言葉で教えて、私たちについて。いけません、お教えできません。それならユニがアークでテロ事件を起こした理由は？お答えできません。主演を撃った理由は？お答えできません。テロに関することは全部ダメなのね。じゃあ主演についてなら聞いてもいいかしら？主演ですか？ええ、主演は私たちのことが嫌いだったの？いつも一緒だったと聞いたけど、私たちをそばに置きながら暴言を吐いては暴力を振るっていたのかしら？失敗作だから？わかりません。主演の考えていたことは主演にしかわかりません。そうね、主演の気持ちは主演にしかわからないわね。じゃあ主演に会いに行けばいいのかしら？三原、ごめんなさい、少し言い過ぎたわね。でも私もそれくらい切実だってことは分かってほしいの。どうしてそこまで気にするのですか？さあ、なぜかしら。最初はただ任務のためにスムーズに意思疎通を図りたいと思っていただけだった。でも毎日会いに行くうちに気になったの。ユニがどんな子なのか。同じ部隊のパートナーであり、アークテロ事件を起こした犯人でもあり、そして主演を撃とうとした銃で誤ってあなたの頭を撃ってしまった2件、それだけではいけませんか？それだけで、あんなにも切実に話しかけてくるものかしら。ユニが言葉を？ユニがずっとこう言っているの。私に会うたびに私のことをじっと見つめながら、
最初はただの泣き声の一種かと思っていたのだけど、でもあの子の目を見てそうじゃないって気づいたの。あの子はずっと私に何かを伝えようとしているのよ。毎日のように熱い視線を浴びていたら何を言っているのか気になるのは当然のことでしょ。マナ、私はね、ユニがアークテロ事件を起こした犯人で、大勢の人たちの命を奪い、主演を脅し、私の頭を誤って撃ったという事実を否定したいわけじゃないの。ユニと話が通じるようにしてほしいわけでもない。ただユニが切実に伝えようとしているあの言葉が何なのか、ただそれだけが知りたいの。それさえ分かればそれでいいの。あんなに切実に伝えようとしている言葉が何なのか、ラプチャーと融合して再びニーフを搭載されて言葉を失ったのに、それでも伝えたい言葉が何なのか知りたいの。誰にも届かなかったとしても、私だけはあの言葉を聞くべきだって、そう感じるの。だから今回だけどうか力を貸して、お願いよ。あなたも同じようなことを言うのですね。犯罪者に関する記録はどんな内容であれお教えできない決まりとなっています。またテロが起きては困りますから、従ってあなたにいくら頼まれようと私は何もお伝えすることはできません。そうですが、私の監視下で撮影されたこの動画はテロ事件に関する情報を一切含まない無意味な動画だと判断しました。そのため今この場で廃棄します。これは今この瞬間からただのゴミとなりました。そして犯罪者の部屋には何であろうと残すべきではないと考えます。ですからあなたがゴミを片付けてください。マナ、何をしているのですか。早く片付けてください。ありがとう。早く行ってください。ゴミをこの手で片付けたくなる前に。ええ、そうするわ。本当にありがとう。伝えたい言葉ね。それがあなたが残したかった言葉ですか。違うよ、ユニまだ何も言ってない。では早くおっしゃってください。時間がありません。うん、わかった。三原、その三原、伝えたいことは三原の一言だけですか。違うよ、ユニが言いたいのは違うの。ユニが言いたいのはそのご違う一言だけ伝えたいこと。もう切り上げましょう。これ以上差し上げられる時間も余裕もありませんので。待って、分かった。今言うから。1分だけ差し上げます。これが本当に最後ですからね。分かった。三原、
ユニ。もう一度言ってくれる？私にあの言葉を、ユニが私に伝えたかった言葉をもう一度だけ教えてくれる？だったのね。私にずっと言いたかったのは、この言葉を忘れずに伝えてくれていたのね、ずっと。大丈夫よ、痛くないわ。頭は少しも痛くない。だからもう気にしないで、もう痛くないから。私ね、ユニを見て話をするたびに胸が痛くなるの。この胸の痛みがまだ過去の私が生きているって、ユニとの思い出を忘れてないって教えてくれるの。だからユニ、ユニは三原を殺してなんかいないわ。私だけはあなたを許す。あなたが犯した他の罪はあまりにも重くて深くて、どんな罰を受けたとしても許されないものかもしれない。でも私にしてしまったことだけは、それだけは私が許してあげる。ユニ、私を見るたび苦しかったわよね。胸が痛かったわよね。そうね、私たちはお互いに痛みを与えることで生きていると実感するの。言葉を失い、記憶も失ってしまったけれど、お互いに向き合いながら、痛みを感じながら、一緒に罪を償って生きていきましょう。誰？主演、三原です。何ですって？お伝えしたいことがあって、失礼します。お前どうしてここに？直接お目にかかりたかったのと、お願いしたいことがあって来ました。私はお前なんかに会いたくないのよ。出て行って。私のこともですか？当たり前でしょ。自分は違うとでも思ってるの？お前も問題を起こした鉄くずと同じよ。そもそもお前たちなんて作るんじゃなかったのよ。そうすればこんな目に遭わずに済んだのに。うん、頭が。そうですか。私は主演の代わりに撃たれたと聞いていたので、もう少し気まずそうにされるかと思っていたんですが、違いましたね。何よ、助けてくれたお礼でもしろって言いたいの？そもそもお前が感覚を交換したまま撃たれたりしなければ。
落ち着いてください。私はご褒美が欲しくて来たのではありません。じゃあ何よ。私の首にユニと同じチョーカーをつけてくれませんか。チョーカー、まさかあの拘束具のことを言ってるの。はい。お前、記憶が消されたショックで頭でもおかしくなったの？あれが何か分かってて言ってるの？ええ、分かっています。爆弾でしょ？分かっててつけてほしいですって。はい。そして、ユニの爆弾が爆発したら、私のも爆発するように設定してほしいんです。はあ？もちろんその逆も。私の爆弾が爆発したらユニの爆弾も爆発するように。本当にイカれたの？頭が半分吹き飛んだからそれでおかしくなったんじゃないでしょうね。そう見えるかもしれませんね。でも本気です。私の最後のお願いです。どうかお願いします。鉄くずのくせに大した友情じゃない。そんなに死にたいってわけ。いいわ、あの化け物と一緒に任務に行ってとっとと爆発しちゃいなさい。お前たちみたいなのを連れ歩いてた昔の私がバカだったのよ。最初っから化け物にしてさっさと地上に送ればよかったんだわ。なんとか役に立たせようと苦労したのに、ほんとバカみたい。もううんざりよ。仲良く爆弾を首につけて一緒に爆発すればいいわ。ミシリスの汚点、ニケにもなれないゴミども、バカな鉄くず、私がくれてやった能力でこの私に銃を向けるですって。お前たちなんかがよくも私に、お前たちを作ったこの私に。主演。いいわ、望み通りにしてあげる。望み通りにしてあげるから今度こそ役目を果たして死になさいよ。もう私の前には現れないで。わかったわね。はい、そうします。用が済んだなら出て行きなさい。お前なんかもう見たくないから。主演、さっさと出てけって。今までありがとうございました。本当に。お前まさか記憶が戻ったの？いいえ、昔の記憶はありません。じゃあ何のつもりよ。自分でもわかりませんが、主演ともう会えないと思ったら悲しくなったんです。は？きっと私にとってあなたはそれほど悪い人ではなかったのでしょうね。ワードレスがあなたの自慢の舞台になることはもうないでしょうが、この命をかけて生まれ持った使命を成し遂げてみせます。それこそが私とユニの食材の方法でしょうから。もう行って。お元気で。あんな問題を起こしておいて鉄くずのくせによくも私に。今までありがとうですって。記憶もないくせに、何も覚えてないくせに、鉄くずのくせに、鉄くずのくせに。お前たちみたいな鉄くずが消えたからって私が変わると思う？鉄くずなんて、お前たちみたいな鉄くずなんて、鉄くずなんていなくても、私は なんてことないわ。
あんなのただの鉄くずよ。鉄くずが鉄くずらしく消えただけ。それだけ。それだけよ。頭が痛い。痛い。痛いのよ。痛いのよ。三原。ええ。目を開けてください。見えますか？ええ、見えるわ。私は誰ですか？お世話になった人？真面目に答えてください。マーナ。視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚。すべて正常ですか？ええ、問題ないわ。大丈夫そうですね。では、降りてください。チョーカーの搭載と、ボディの交換が完了しました。あら、なんとなく違和感があったのは、チョーカーのせいじゃなくて、ボディを交換したからなのね。でも、どうして急に？終焉からの要請です。もう使うことはないだろうから、くれてやれと。もう使うことはない？そのボディは、あなたたちが最初の任務を無事に完遂後、交換するために制作されたものです。主演があなたたちと広報用の写真を撮影後、もっと強く見せたいと、プロジェクトワードレスの発表時にこのボディを使う予定だったそうです。でも私たちはトーカティブの捕獲に失敗した。そのせいで発表できなくなったから、使い道がなかったのね。はい。遅くなっちゃったけど、大切に使うわ。主演にもお礼を伝えて。はい、わかりました。最後に、あなたのチョーカーもユニのものと同様に一定期間ごとに更新しなければなりません。必ずユニと一緒に戻り更新を行ってください。あなたの要望通り、どちらか一人でも期限に間に合わなければ二人一緒に爆発します。首元に爆弾を抱えた人生なんて、スリルがあって面白そうね。冗談よ。必ず遅れないようにするわ。ユニと一緒に長生きして、あの子の罪を償わないとね。一つだけ聞いてもいいでしょうか？ええ。どうしてそこまでするのですか？以前からあなたたちの絆を感じてはいましたが、それでも今回のことは理解不能ですね。このチョーカーのこと？はい。一方が爆発したら、もう一方も一緒に爆発させてほしいなど理解できません。あなたの頭を打った者のためになぜそこまでするのですか？そうね、あの言葉を聞いてしまったから。尖りすぎていて、他の人たちとは馴染めないあの子があれほど切実に私に許しを求めていたから、これ以上一人寂しく許しを壊せたくなかったの。それだけよ。そうですか。教えてくださって感謝します。こちらこそ、聞いてくれてありがとう。またね、マナ。はい、お気をつけて。ユニ見て。あ、地上よ。私は初めてだけど、ユニは久しぶりなのよね。あ、覚えてないかしら。あまり覚えてないのね。ユニ、地上よ。私たちの能力を証明する場所。早くトーカティブを捕獲して主演を喜ばせましょう。ユニ大丈夫？
なんだか慣れないわよね。大丈夫よ、私がそばにいるわ。これから1ヶ月でラプチャーの希少個体を見つけること、これが私たちの最初の目標ね。さあ行きましょう。